ュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。あほりです。今日はズームじゃないですね。はい、やっと会えました。なので音質はいいと思いますよ、うん、とっても。最近何してた？会ってない間ピアス開けました。あ、のりかはね、開けましたね。うん、あ、私は、うん、開けてますかどうか分かりませんけど、まあ、もう開いてるもんね。はい、開いてます。やっと開けたね。うん、いや、誕生日プレゼントに、うん、私のりかがどうしても、うん、なんかピアスを開けてほしくて、か開けるって言ってんのにそうそうそう、なかなか開けないから仕切っちゃって、もう私が我慢できずに、うん、もう開けざるを得ない状況にするためにあげましたピアスを。そう、4月なんですけど誕生日、はいはい、もう何ヶ月もそのままにしてある。そうそうそう、だからもう行こうよって言って、うん、行って、うん、ちょうどよくない？うん、1ヶ月ぐらいで、まあ、ピアスの穴って安定するんで、うん、1ヶ月後ぐらいにはもうニュージーランドに行くぐらいの時なので、うん、夏に可愛いピアスを現地とかでも売ってるんじゃないか。そうだね、そういうの買って、うん、ちょっとやっとですよ、よかったマジで。似合ってるよ、しかもありがとう。なんか垢抜けるよねやっぱ、うん、ピアスだとイヤリングよりも全然、うん、おめでたい日です今日は。はい、そんな日にポッドキャストを撮りたいと思います。はい、じゃあ今週のニュースいきますか。はい、じゃあのりかさん、今週のニュースどうぞ。私の今週のニュースは、はい、今日の都の紅葉観光、朝が格別、混雑を避け平安貴族のようにっていうニュースです。紅葉シーズンを迎えた京都で朝の観光が人気を集めているみたいで、新型コロナウイルスの行動制限や水際対策の緩和で観光客が戻りつつある中、混雑を避けながら楽しめるとあって、朝早くに観光することになって、それが流行ってるみたいです。そうなんだ、ちょうどいいじゃん。そう、嵐山にある天龍寺では通常より1時間早い7時半からの拝観時間に。いや、前倒し。でもいるいるみたいで、うん、まあ、朝来た人は静かな空間で絶景を満喫できた、うん、早起きした甲斐があったって言ってるみたいです。そう、朝観光は平安貴族のように喧騒から離れた穏やかな時間を過ごせるらしくて、観光客が増えても感染者を増やさないように京都市では工夫が行われているそうです。っていうニュースでした。いいね、でも時間差みたいなの、うん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 、でも今京都すごいらしいよ、混雑が、うん、あ、まあそうだよね、それもそうだし、うん、この前ワイドショーでやってたんだけど、うん、これまた全然関係ないかもしれないんだけど、うん、舞妓さんパパラッチがめっちゃ増えてるらしい。へー、その観光の一個として、うん、こう外国人の人が舞妓さんのなんか置き屋さんの前で出待ちして、うん、その舞妓さんが出勤するのをなんかめっちゃバーって撮ってるらしいんだけど、うんうんうん、まずその舞妓さんたちが住んでる置屋さんのなんか指導っていうか行動っていうか、そこの道って写真撮っちゃいけないらしいのね。なのになんかまたそのコロナ期間中は全然外国人の人がいなかったからそういうのなかったんだけど、戻ってきて舞妓さんパパラッチが増えてるっていうニュース見た。へえ、でも京都すごいらしいね、外国人の人、まあ、今行ったらいいよね多分。うん、朝ね、朝か7時半はやばいね。うん、夜もやってほしくない？夜やってるんじゃない、ライトアップみたいな。ああ、じゃあもう朝昼晩ってこう、うんうんうん、3分割ね、うん、朝ね、平安貴族のように楽しめるの。いいじゃんね。貴族だよ貴族。確かに、うん、貴族気分味わえるんだったら朝の方がいい、うん、7時半か、うん、いやでもやってる人も大変だろうね、その、そうだよね、お店の人っていうか、うんうんうん、どんな、どういう国の人が来てんだろうね、アメリカ。いやめっちゃさ偏見だけど、うん、アメリカ人の人あんま早起き得意じゃなさそう。マジこれは偏見。確かに、でもこの、うん、なんだっけ、そう、静かな空間で絶景を満喫できたって言ってる人は、うん、イギリスから訪れた人。イギリスなんだ、うん、早起き得意そうじゃね。え、確かになんかイングリッシュブレックファーストみたいな。朝ごはんしっかり食べる系の国だからさ、うんうん、絶対早起き得意じゃん。そうだよね、めっちゃ偏見だけどね。へー、朝行きたい。うん、まあ朝もいいじゃない。うん、確かに朝いいね、うん、てかもう旅行だからさ、うんうん、寝てる場合じゃないってなるよ。そうそうそう、時間使いたいってなる、うん、へー、そっか、夜行とかで来たらいいんじゃない。あー、確かに確かに、
外国人の人はね、うん、今がチャンスですから、うん、いっぱいいつも前回か前々回の放送でも言いましたけど、うん、円安なんでいっぱい来てくださいっていう ね、ニュースですね。はい、はい、ありがとうございます、はい。じゃあ私の今週のニュースは、はい、ちょっと打って変わってなんですけど、うん、今日収録してんのが1月じゃないわ11月の20日月曜日な、うん、日曜日なんですけど、うん、昨日19日は国連が定める世界トイレデーっていうトイレの日だったんですよ、そんなこともあってこんなニュースを選びました。男子小学生の3割和式トイレ使えない我慢で便秘にっていうニュースです。あ、見た？ちょっと見た。あ、見た、うん。この実態は、うん、NPO 法人日本トイレ研究所の排便に関する調査で明らかになったもので、うん、調査は11月の9日と10日全国の小学校1年生から6年生の保護者を対象にインターネットで行った1000組から回答を得たものなんですけど、うん、結果からすると、まあ、男子小学生の1割は便秘っていう結果が分かったらしいんですね、うん。で、まあ、そのトイレを我慢する便秘状態の児童っていうのは 81.1% もいて、うん、その理由は、まあ、トイレが汚いとか友達に知られたくない、うん、休み時間に終わらないなどの理由の中に和式の便器の使い方がわからない、また使いづらいっていう声もあったみたいなんです、うんうんうん。で、文部科学省によると2020年9月の調査では全国の小中学校のトイレの洋式率は 57% にとどまっていて、まだ4割が和式のトイレだそうです。で、今の小学生の大半は家がね洋式の便器を使っているっていうことで、うんうんうん、まあそのなんていうの、学校と家とのギャップっていうのもあったりとか、うん、まあ、洋式便器を増やすことは必要不可欠っていうふうに学校は認識してるみたいで、うん、2020年文部科学省の調査では和式より洋式をより多く設置する学校の方針を、まあ、定めていて、うん、洋式の切り替え工事に最大7000万円文部科学省も助成するなど復旧を後押ししてるみたいです、うん。で、トイレ環境を改善した自治体が文部科学省に確認したところ、我慢して体調不良を訴える児童生徒が減少したとの声が上がったっていうことで、うん、やっぱトイレの環境を改善することでこういうふうにこう結果も出てるっていうことなので、うんうんうん、まあ、今後の衛生問題、トイレの衛生問題とか環境にまあ、期待していきたいですっていうニュースでした。わーって読みましたけど、うん、和式が使えないっていう小学生が結構多いみたいです、うん、しかも男子小学生。なんで女の子は使えるの？女の子は割とさ、うん、立ってしないじゃん。あー、うん、和式で座らないってこと？どういう、ちょっと分かんないですね。私はよく分からないけど、うん、でも男の子立ってするじゃん、うん、こういう縦の座れ、うん、それはそうそう、そう、その問題もある、うんうん、全く関係ないけど、うん、またこれも派生だけど、うん、男の人マジで座ってしてくれたら本当にありがたい、うん、様式でもね、世の中の男性諸君、男子も男の子も飛び散るから本当に嫌だよね。本当にね、これはもう和式洋式関係なく、うん、座ってしましょう、うん、全国の男子、うん、男性諸君の方々、うんうん、ね、本当に座ってしてくれる人ってポイント高いんですよ、うん、本当に女の人からしたら、うんうんうん、できる男だなって思うし、うんうん、もうね、掃除が大変なんで、うん、そう言えないしね、うん、男の人に座ってしてってあんまりこう、うん、まだ親しくないとか、うん、掃除がね大変だから、うん、それはそう、うん、それはそう、それは思ったんだけど、うん、和式ですよ和式、うん、でも和式って嫌だよね、うん、女の子でもよくさ、うん、どこだ、ディズニーとかはないけど、うん、東京駅のトイレとか、まあ、うん、駅のトイレとか混みそうなトイレも並ぶじゃないですか、うん、絶対和式だけ空いてんのに、うん、みんなそこ行かないんだよね、うんうんうん、並んででも洋式行くっていうから、そうそうそう、和式全部取っ払っちゃえばいいのね、うんうん、使う人いるの、和式がなきゃダメって人いるのか な、 なんか潔癖症とか、あ、お尻つけたくないとか、あ、そういう人もいるから残してんのか、うん、あ、でも嫌がるよね、うん、あれにつくじゃん、しゃがんだ時にさ、スカートとか、ね、女の子は、男の子はなんででもあれなんだろうか、うん、
混乱するのかな。どうなってんのこれみたいな。どういうこと。小学生だし、初めて見るみたいなのかな。どうなんだろうね。全然分からん。あ、そうだからでも家のトイレは洋式だから、和式行った時にどうやって使っていいか分かんないってなってる。ってことは今の小学生は座ってするシフトになってるんだよ。じゃない。洋式です。もう立たないってこと？うん。そうじゃない。座ってやってるから。今のさっきの男性諸君座ってやってくださいは今の子供たちがもう最初からできる男になってでもさ男の人の便器 和式便器ってさ、どうなんの？あんの？あれじゃないの？だから立ってするやつが和式？知らない。女の子のさ和式だったらさ、あのしゃがんでやるやつでしょ、男の人の便器の和式バージョンわかんない。見に行く？見に行くか。ちょっとあの今調査で見たいんですけど見せてもらっていいですか。でもそうじゃない、和式、あれが和式なの？あれが和式じゃない、立ってやるやつが。違うのかな、わかんない。男の子じゃないからわかんない。でもそれでさ和式のやり使い方がわかんないっていうのは変じゃない。確かに、確かに。だからあれは何なの？確かにね、立つのはなんて言うんだろうね。確かに。でも和式ってあの想像してる女の子が想像してる和式トイレだと思って私は話してた、けど違うのかな。あの洋式って言ったらもうこういうパカッて開くさ、蓋がついてるね。そう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 。じゃあ3パターンあるってことだよねかな。普通の洋式、女の子がしゃがんでする和式、で和式か洋式か分かんない男の人用の立ってする便器。ちょっとわからないですね。わかんないね。でも今この私の話だったら、あの女の子の和式トイレっていうイメージでした、多分 それで合ってると思うんですけど、あれ何式っていうか知らないです、ね、じゃあそれはまあでもそういうニュースがあるみたいなので、まあこういうトイレもあるんだよっていうのを教えてあげるのと同時に、こう洋式のねトイレを復旧させてあげてほしいっていう、じゃないと便秘小学生爆増しちゃうんだ。体に悪いしね。っていうニュースでした、はいはい。じゃあ今週のトークテーマいきますか。はい、はい。今週のトークテーマはまたリスナーの方にいただいた質問なんですけども、はい、今週は好きな音楽に関することについて話すです、はい、話してくださいっていうことです、結構大きい枠なんですけど、結構これ好きな音楽については、結構前に話したかもしれないんですけど、なんか好きな音楽なんですかみたいな、好きなアーティスト誰ですか、みたいな感じだったので、まあ今回大枠何でもあり、音楽に関することだったらっていうイメージです、はい。じゃあ話していきますか、はい。じゃあ私から言いますね、まあ、あの私は好きな音楽っていうかジャンルで言うと結構何でも聞くんですけど、どっちかっていうとチル系とかカントリーミュージックが好きなんですね、まあ、あと元気が出る感じの歌も好きで、でそれを全部網羅してるプレイリストっていうのがあるんですよ。自分で作ったの？いや、まあ、世間一般的にこれを当てはめたらどれかなって考えた時に、あのディズニーとクリスマスソング、これがチルも入ってカントリーも入って元気も出るものがなんだろうって考えた時に、ディズニーかクリスマスソング、このプレイリストになるんです。自分の中ではこれがドンピシャで、1年中基本的に聴いてるんですね、だから夏でもクリスマス聴いてて、周りには結構飽きられてるんですけど、結構それを聴いてます。てかまずクリスマスが好きなんですよ、もう一番。12ヶ月ある中でクリスマスっていうのがもう今一番自分が生き生きしてる季節なので、まあ、ずっとそれを聞いてます、で、まあ、ディズニーはもうディズニー行った後は絶対聞くじゃん、余韻に浸ると。前後やばい。そうそうそう、前後ずっと聞いてる。前後は多分誰でもその病気っていうか気分高めてディズニー行って余韻で聞いちゃ う、ね、その病気は多分誰でも起きると思うんですけど、私はそれが一生続いてるんですね。一生前後なんだ。そう、一生前後、一生ディズニー行って帰ってきてみたいなのを繰り返してるんですけど、まあ、特に最近好きなのが、ヘラクレス。見たことある？ない。映画。なんかヘラクレスはね、結構昔自分たちが生まれる前ぐらいかなに、まあ、出たあの映画なんですけど、それの主題歌の
ゴーダディスタンスっていう歌が好きで、日本版だと藤井フミヤさんが歌ってるんですけど、うん、私は英語版が好きでそれをずっと聴いてます。うーん、はい、で、なんだろう、まあ、基本的に、うん、あの歌詞で好きな音楽決める必要ないんですよ私。ああのリズムとか、そう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 、うんうん、テンポとか、うん、まあ、そういうので決めてて、うん、まあ、それに全部当てはまるのがディズニーかクリスマスソングっていう感じですかね。結構なんか、知らない音楽とかもテンポが好きだったら聴いたりするんで聴いてます。カホリはマジで、うん、ずっとディズニー。そう、一人で旅行行って朝お化粧する時とか髪あの巻く時とかもずっとディズニー流す、ね、この前さ大阪行った時にさ、うん、ユニバー行く用意する時にディズニーの音楽流して誰かに怒られた。反射だよ本当に、うん、ぶち壊すなって言われてもうかけてた、うん、でもテンション上がるんだよね、うん、特にあの朝なんかメイクとか支度するときにおすすめなのが、うん、あの美女と野獣の音楽、うん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 、まあそれはわかる。そうなんかウキウキするから、うん、そのプリンセス系は、うん、結構メイクしてるときにこう聞くと可愛くなれますよ、うん、気分的に、うん、なんかモチベーションを上げるためにこう、うん、なんかそういうなんか美容系とかやってるときはプリンセスの音楽聴いてます、うんうん、マジこれやってみてください。多分メイクめっちゃうまくいきますよ女の子、うん、そういう系は。あと料理作ってる時とかも、うん、なんかそういう女の子の仕事系っていうか、うん、家事とかも、うん、なんか結構楽しくできるから、うん、ちょっと皆さんトライしてみてください、うん、おすすめ。そう、そう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 っていう感じです。私はのりかは私は、はい、まあ、ずっとハマってるのは、うん、フォーロックっていう分類、日本のバンド、うんが好きで、うん、まあ、有名なとこで言うと、うん、ヒゲダン、キングヌーとか、うん、緑黄色社会とか、うん、まあ、そこら辺、まあ、これは中学生の頃からずっと好きなんですけど、うん、で今ハマってんのは韓国アイドルです。うわ、そうだよね、うん、そうだねそうそうそう、大阪ぐらいからハマりだしたんです。そう、そのくらいから、うんうんうん、そう、トゥワイスが、うん、マジで可愛い。いや、なんかミーハーっていうかさ、うん、なんかみんな好きだから、うん、好きっていうのをなんかちょっと恥ずかしいんだけど、うんうん、本当に可愛いの。誰が誰推し？いや、決めらんない。決めらんない。決めらんない。すごいですね、うん。私はジヒョちゃんが好きです、ね。うんうんうん。いいね。ボブの子。可愛い。すごいですか。韓国アイドルね、うん、なんか遅いよねでも。なんで急に来た？しかもいきなりだよね、うん、結構。可愛い。何でハマったの？いや、なんだろうな。たまにさ、インスタとかで出てきて。うんうん、でそれ見てたらどんどん増えてっちゃうじゃん、うん、自分の関連、ね、見たやつが関連してって、うんうん、それでどんどん増えてって気づいたらこんなになってたもう韓国アイドルしか出てこないよってなった。そうそうそう、あ、確かに。トゥワイスか、他の意味で、うん、ブラックピンク好きだな。あ、ブラックピンクライブ行ったんですけど、うん、細いでも韓国アイドルでも太い子いない、一人も。細いよねみんな、うん、カンドルね、うん、男の子はでもさ興味ないでしょ、うん、そうそうそう、女の子ばっかり聞いてる。またそこがなんか面白いんだね。女の子なんだ、うん、デバイス、ブラックピンク、あとはアイブ。あ、それわかんない。あ、え、あれウィンター？違う、ボニョン、ボニョン。あ、ボニョンね、うん、あ、そっかそっか、アイズワンが解散して、そうそうそう、それになったやつ、うん、ボニョンちゃんね、あの子もマジでさ、うん、なんか異次元だよね、体の作りが、うんうん、細すぎる。9頭身とか、うん、10頭身ぐらいある、ね、背高いし ね、うん、ね、確かに韓国か、うん、あとは日本の、え、なんか、なんとか黄色なんとかみたいな全然分かんなかったんだけど、緑黄色社会は、うんうん、あれだよ、紅白出るんだよ。あ、そうなの、うん、あ、そっか、待って、紅白、うん、え、紅白の話しよう。紅白出る、みんな。あ、そうなの、うん、待って待って、ちょっと紅白の話しようよ日本のさ、うん、え、紅白誰出んの？紅白はうちらが言わないとさ、多分ニュージーランドの人はさ、うん、気にもしないというかさ考えないよね。音楽の話だしちょうどいいやん。結構なんか若い人が多めで、うん、なんていうの、年代が上の人は見ないんじゃないかって言ってんの、うん、え、あれはさ出るの？大鳥順番？え、あの毎年さ、うん、マツケンサンバとかさ、紅白歌合戦、司会は大泉洋、橋本環奈、桜井翔、
そうなんだ。え、アイブ？そう出るやん。そうだよ、ついに韓国アイドルも出始めるようになったのか。めっちゃ出るよ韓国アイドル。でもトワイスも出てたよね。トワイスも出る、でセラフィンも出る。あ、そうなんだ。え、もう韓国アイドルに頼り切ってるやん。そうだからそれが、うん、結構なんていうの、人気はさ Z 世代じゃん。うん、確かに。だから年代が上の人は誰みたいな感じになってるっぽい。でもそうだよね。でも逆に年代上の人誰だろうって思ったらさ、郷ひろみさん、福山さんぐらいしかいなくない？あと氷川きよし、あー演歌ね。あ、純烈とかもギリ入るのか。え、でも全然あれだね、わかんないね、若い人たちしか。え、そんなことないか。でもまあ結構誰ってなってるかもね。なってそう。え、でも私でも分かんない人いるんだけど。誰？歌。歌はワンピースのアドで、アド、うん、あーあ、それが歌っていう。歌として出る、出てんのか。そうそうそう、キャラクターとしてね、うん、あーなるほどね。で、石川さゆり出場回数45回ってもすごすぎるよね。坂本冬美34回。へ、うん、え、篠原涼子出るの？ね、歌あるんだ。優しいさとってじゃない？あー、レレレレレレレじゃない？キンプリも出るね。キンプリね、解散しちゃうのに。いやでも全然変わったね、ガラって、うん、なんかもうプロデューサー変わったんじゃないかってぐらいさ、人の人生選び変わってる気がする、ね、めっちゃ世代だよね、私たちは。うんうん、あれがないからじゃない、きっとガキつか。今年ないのかあるのか知らないけど、去年なかったじゃん、うんうん、だから多分 Z 世代がその分紅白に回ってくるから、うん、ってなったらさ、うん、紅白見てた世代の人たちって何見るの、うん、ね、かわいそうだよね。確かに、うわ、それかわいそうだね、うん、他になんかやるのかね、違う番組。いや、あれじゃないの、格闘技、ライジン。それは見ないでしょ。え、でもさ、その3つだよね、紅白か、うん、昔のガキ使うか、あれだったらそう、うん、バケツか格闘技、ね、紅白だったよね。じゃあみんなもう格闘技見るしかないでしょ。それだったら歌見るよ私。確かに、しかも朝倉未来今年出ないって言ったもんね。そう、なんかメイウェザーと戦って脳震盪がまだ治んないみたいな感じだから、だから有名な人とライジン出ないでしょってなったらもうみんな困りますね、今年の紅白は。ね、で私たち紅白も見れないですから。そうだ、ね、ニュージーランドにいるんで、うん、なるほどね。じゃあなんかのりかが好きなグループはいっぱい紅白に出るんですね。そう、じゃあ日本にいる皆さんもし紅白見るようでしたら、のりかが言ったやつ注目してみてください、うん、あのディズニーとクリスマスはいつでも聞けるので。そうだね、はい、っていう感じですかね、うん、じゃあ今週のトークテーマ1回これで終わりたいと思います。はい、質問してくれた方ありがとうございました。じゃあ次はニュージーランドでやりたいことコーナーに行きたいと思います。はい、今週は場所は、クライストチャーチになります。はい、じゃあクライストチャーチでやりたいことを言っていきたいと思いますね。はい、お願いします。私から言います。まず1個目、あ、3つあります。はい、今日は、はい、クライストチャーチでファーマーズマーケットに行くこと。うん、2つ目、トラムに乗って市内観光をすること、うん、あ、4つあるわ、もう1個、うん、ニューリージェントストリートで写真を撮ること、うんうんうん、4つ目、カーボードカテドラルっていう教会に行くこと、うんうん、以上です。うーん、じゃあノリカ行きますか。はい、まあ、1個かぶってた、ね、ニューリージェントストリートがかぶってた、うんうん、で、2つ目は植物園、うんうんうん、で3つ目がカンタベリー博物館、うんうん、4つ目がニュージーランド空軍博物館、うんうんうん、で5個目がクライストチャーチアートセンターです。ー、意外とかぶってなかったね。なんかめっちゃかぶってるかなって、うんうんうん、てかいっぱいあったね、クライストチャーチ。いっぱいあった、いっぱいあった。意外とね、うん、結構、あれだね、南島の結構栄えてるところじゃないの、かな、ね、一番北島でいうオークランド的な認識でいますけど、うんうんうん、一緒に被ってたのはなんだっけ、
ニューリージェントストリート。ああこれね、可愛いよね。可愛かった、うん、なんか思ってた以上にすごい綺麗で、うん、そこ写真撮ろうじゃん、うん、インスタ映えするらしい、うんうんうん、本当になんかあれだよね、インスタ映えって引っかかるよね自分たちまあ旅行ですから恥ずかしい、もう、うん、そういうね、まんまで大学生なんで、うん、すいませんミーハーですいません皆さん、ちょっとまだ大学生なので、うん、あとはなんだっけ、まあ、マーケットは、うん、あのもしかしたらやってないかもしれないっていうのがあるので、うん、そこはまあ置いといて、うん、業界行きたいんですよ、うん、それは、まあ、2011年に地震あったじゃないですか、ニュージーランドで、うん、でまあ、元々大聖堂がクライストチャーチにはあったんですけど、うん、半壊してて、うん、まだこう完全には再建してないっていうので、うん、仮設の教会が建てられたみたいなんですね、うん、でその教会なんですけど、日本人の坂茂さんっていう、うん、あの日本で有名な建築家の方が設計されたっていうこともあって、うん、まあ、同じ日本人のこう魂じゃないですけど、うん、まあ、血がね、うん、見に行こうって言ってるんで、うん、これ見に行きたい、うん、しかも紙で作られてんだって、うん、すごくない、ね、どうやって、そう、めっちゃさ赤とか緑とか青とかの綺麗なところだよね、そうそうそう、なんかステンドグラスみたいなのあるらしくて、うんうん、なんか普通にすごいな、見たいなって思ってこれを入れました、うんうん、あとはのりかかな、はい、私は、うん、なんだろう、まあ、クライストチャーチアートセンターっていうのはちょっとよく分かんなかったんだけど、うん、建物がめっちゃお城みたいで綺麗で、うん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 、アクセサリーショップや文房具屋さんがあるって書いてあった、行きたい、なんか多分赤レンガ的なポジションかなと思って、なるほどね、予想、そうね、うん、センターって感じだし、うん、行きたい、そこと、うん、まあ、植物園と博物館と、うんうん、ニュージーランド空軍博物館は、それ見た、うん、まあ、軍人好きなんで行こうかなって、うん、行きたい行きたい行きたいそういう博物館系結構充実してるよね、うん、ニュージーランドって多いよね、うん、あとは何、まあ、そんな感じですね、うん、じゃあこの中で、まあ、恒例になりつつある、うん、もし行くところがいっぱいあるんで、うん、どれか1個って言われたら、うん、どれ譲れない、でも譲れない、でもかぶり1個あるから、まあそこあじゃない、それじゃあそれはそれ以外、それ以外、分かった、私は、うん、この教会、うん、紙すごいやん、だってまあまあね、うん、日本人だしね、そうそうそう、それは行きたい、なんだろう、赤レンガ、赤レンガかな、赤レンガね、うん、いや赤レンガってさ正直何しようってなるじゃん、うん、それが怖いんだよ日本のね、そうそうそう、だからこっちもこの現象が起きるかもっていうね、そうそう、確かに買い物なーって、うん、めっちゃ場所離れてたら、うん、密集してるとこやっぱ選ぶよね、うん、多分博物館と、うん、植物園とか近かった気がするんだけど、そんなことないから、うん、なんか密集、どうなんだろうね、してそうじゃしてそうじゃない、博物館とかさ、うん、人集まるところにさ、うん、あるじゃん、うん、まあでもクライストチャーチ結構充実してるんだね、ね、思った以上に、うん、楽しみだね、南島ついてすぐ行くよね確か、うん、そのうちらの今の予定だと、うん、いや楽しみです ね、 ね、もうあと何日、何日というかまだ1ヶ月は来てないのか、1ヶ月、まあ、まあ、1ヶ月とちょっとくらい、え、準備してますか、スーツケース買ったんだよね、おお、めっちゃでかい、入れそう、マジで入れるでかい、どれか入れるでしょ、一回入ってみてよ、入ってみようかなそっか、買ったんだ、うん、自分はね、あ、うん、そうだ、衣替えで、うん、夏服しまわないでスーツケースにそのまんまも入れた、うんうん、夏服な、夏ですから、そうね、楽しみ、服どうすればいいんだろう、行くときさ、それ、ね、寒いやん普通に日本で、ね、え、なんかさテリーさんは最初言ってたよね、来たとき、うん、なんかバグったみたいな、うんうんうん、最初さ暑いんだっけ向こう、寒いんだっけ、寒いとこから来たんだ、ね、汗かいたみたいなことちょっと言ってたような気がした、うん、それね、最初はめっちゃなんか体温調節困りそうで、うん、ね、いやでも楽しみ、ね、もうそろそろですから、うん、皆さん何かまたクライストチャーチでこれ以外に面白そうなところがあれば、うん、こうどしどしおすすめよろしくお願いします。お願いします。
はい、じゃあ今週はこんな感じで終わりたいと思います。ニュージー大好きのかほりとのりかでした。また来週。ニュージー大好き。